日本東京都千代田区、神田泉町神田泉町は、東京都千代田区の町名。住居表示は、未実施、町名の設定のない単独町名である。郵便番号は 101-0024? 東京都千代田区の北東部に位置する。北部は、台東区台東一町目に接する。東部は、清洲橋通りに接し、これを境に、台東区浅草橋に接する。 南部は佐久間学校通りに接し、これを境に千代田区神田佐久間町に接する。西部は昭和通りに接し、これを境に千代田区神田松永町に接する。町域内は商業地域としての性質が強く、オフィスビルや商店が多く見られる。当庁は住居表示を施行していないが、1986年3月の地盤整理の際に、それに準じた。 バイク不板を採用している。当庁は一番地と二番地しか存在しないため、番地を丁目の代わりとして使用している。町名は、東道高虎以降東道家当主が代々襲名した、官位、泉守に由来し、現在でも津市では、東道高虎園の地として、イベントを行っている。より正確に言えば、江戸切りによる都庁内に、野瀬市、大田市、中根市、 坂井市の各市の屋敷も存在しているが、東道や屋敷の面積が最も大きく、現在の昭和通りを泉橋通りと呼ぶなど、この地域の地名に泉をつけることが一般化していた。神田泉町が成立したのは1872年で、ある。1911年に神田の干渉を外したが、1947年に神田区が千代田区に合併すると同時に干渉を復した。 江戸時代は、武家地で有武家屋敷が存在していた。明暦の大化直前の新添江戸の図では、西から順に、伊勢国津藩、東道大隅守屋神上屋敷、品濃国松本藩、水野では守るや屋敷、旗本、中根駅守屋の屋敷が確認できる。中根家は、時代で、次男正明が中根上門を名乗って分家し、屋敷を継いだ。江戸時代中期には、北東部に、 では国省内藩、堺衛門の城下中屋敷が加わり、水野屋屋敷が移転した。後期には、地王城、野瀬熊之助や上屋敷、大田正吉屋敷が加わった。安政6年神奈尾玉家地から東道屋屋敷北の伊藤原木邸に、首都所が移転した縁湖で、明治元年7月、東道屋屋敷跡に、医学所仮病院が設置され、横浜軍人病院の機能が移転。 大病院と称した。大病院は、幾多の変遷を経て、東京医学校となり、明治9年本郷本富士城に移転した。東京医学校はさらに変遷を、重ね東京大学医学部となり、1878年11月に、付属病院として、神大住町に、第二院を設立した。場所は、医学校時代と異なり、長域東部に立地した。 第2委員の周囲には1874年8月に東京市役所、1879年に養育院、1894年に斉藤則和による東都病院などが置かれ、一時衛生施設が集積した。1901年1月29日、第2委員で患者21名が犠牲となる火災が発生した。以降当地は、 東京帝国大学医科大学の運動場となっていたが、三井家の手に渡り、1909年3月、第2院後に、三井事前病院が設立された。1923年の関東大震災では、甚大な被害を被った下町地区にあって、神田泉町は、佐久間町等と共に、奇跡的に消失を免れた。まず三津和科学試験所に失火があったが、 消防署のポンプにより消し止められ、次に東京衛生試験所から出火したが、三井事前病院消防隊により消火された。最後に浅草方面から火の手が迫ると、住民は帝国あざけり東株式会社から借りたポンプやバケツを用いて神田川から取水し、火星の撃退に成功した。この功績により、統地一帯は1934年1月に、府より、 関東大震災協力防火の地として検証され、泉町内に防火守護地の記念碑が建てられている。1933年、佐久間町より佐久間国民学校が移転した。1993年に今川小学校と合併し、泉小学校となる。1945年の東京大空襲には関東大震災を生き抜いた住民らも歯が立たず、3月10日の空襲で 壊滅的な被害を被った。戦後、東京衛生試験所は1946年に、世田谷区玉川洋賀町の陸軍衛生材料所跡に移転したが、三井厚生病院は1947年8月、過労う手原型を止めた二棟を用いて仮開業、1951年3月新病棟が、竣工して再建を遂げた。 1948年三井記念病院から一部の土地を借り農林省東京食料事務所が設置された。1971年10月大手町合同庁舎3号館に移転し、同年地元町会や PTA の働きかけにより事務所跡地に泉公園が整備された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。国道、ありがとうございます。